はい、こんにちは。カズボです。ドラゴンクエスト6を続けやっていきたいと思います。前回ムドを倒しましたね。まあ、このレベルになってようやくかって感じですけど。それって、ムドが3333だよね。なんだっけ、何番だっけ。今回バーン行こうか。これで行けなかったらやり方だと思うんで、何番だっけ、あれ。あれ何番だったっけ、あれ。マスタードラゴン。6060って何だっけ、あれ。5050だったっけ。ちょっと間違えたらごめんね。1,2,3,4,5。5050だな。違ったっけ。メラゾーマ打ってくから、あれ邪魔なんだよな。あ、そうだね。とりあえず2人ぐらいにしといた方がいいのかな。身構えているが、これがちょっと、この連続攻撃がね、嫌だよね。ああ、もう身構えてんの卑怯だよな、これ。これだってやりようがねえもん。でも時間かければいけんな、これ。たまに変な紫の、なんかやってくんのよ。だって手刀で一撃でやられるのにどうしようもないじゃんね、こんなん。なんで その大事なところに行くかね。返したっていうのがね、ちょっとね、ないな。だってあんなん防ぎようないじゃん。メラゾ、死闘で返したってこれなんかないの、これ死闘。ガチガチにするしかないってこと、とりあえず。だから2人攻撃してってことだよね。ベホマズの防御の部下に効くかな。ここら辺
攻撃してくるときは当たりだもんね。待てよ。これベホマズン使えばよくて、ああもうそれやめて、食らったらアウトなんだから。ベホマズンの港通るがないのか。なんかバグったね。バリアもないのか。そっか、これ意味なかったな。あ、変えない方が良かったかもね、ここね。失敗したな。あれ、あー、人別のところ行け。ああ。でもなんか倒し方分かってきたな。って感じで身構えてる。装備品なんで身構えてんだ。攻撃しようとするとなんか死闘の後、え、待って、身構えてる。待って、次ってまさかそんなことないよな。順番かな。身構えてたでしょ。身構えてないよね。次身構えるかもしれないね。ってことはさ、防御してベホマズンの、あれアリーナ少ないね。ちょっと待って、呼ばれてる。ちょっと待って、うん、あのさ、鉄は熱いうちに打てっていう言葉あるじゃないですか。ね。だからこれ戦ってる最中、ああ、こうした方がいいかなとか思ってんだけど、そういう時って呪われてんか知らないけど、ご飯だよとかさ、撮ったの6時半だったの、夕方の。これ、ご飯時って自分ちってそんぐらいなんですよ。
だからね、ちょっと、どこまでやったっけ。バイキルトかけたかどうか忘れたじゃん。ちょっと待って、とりあえず、いや、いつものデフォルトで。あ、そっか、ここベンマズンかかってるのか。あ、そっか、こういう状況だったな。思い出した。そうか、手動で跳ね返してくるのか、こいつ。ああ。よかった。あれ、元も子もないよね。なんかアリーナ威力低くない？いや、ちょっと待てよ。低いよね。マホカトールが切れてんのか、これ。あ、マホカトールじゃねえや、ミナカトールね。マホカトールってのもあるよね。なんかおかしいよ。バイキルトかかってるよね。なんかいけないことないよ。でもなんかいけそうじゃね、これ。アリーナが落ちたとしたら、なんかダメージ戻ってんだけど。身構えてんね。なんか倒そうだよね、でもね。あ、コウマの杖。まあ、あのバーンだよね、やっぱな。なんもとない。世界史の鳩とかかな。こいつはちょっと、でもいけたね。結構きつかったんだ。コウマの杖。なんだ、コーマの杖ってメラゾーマ効果とかかな。特演図効果ない。なんだ、あ、星7つになった。これでなんかまたイベントが解放されてるかもしれない。村は全部復興したいでしょ、だって。家具とかってこれ置けないの？もっと。これ大事だね、世界中のね、本当に。まあ、戦闘見てて思ったでしょ。あと何残ってたっけ？あのテリーもどきみたいなやつか。あれどうやって倒すんだろう。コーマの杖もいらないね。わぁ。アリーナに持たせた方がいいかもわかんないけど。あんまいらないな、コーマの杖。いらないけど倒さないと。戦って全滅したとしても、イベントは進むんだけど、倒さないと主人公の星が増えないわけっすさ。これでさ、だって倒したらここ戻ってくるってことは、ピサロとかロザリーで戦えないってことだもんね。そうだよな。ちょっとセーブします。あ、ここ行かなくていいんじゃん。そう、いつも行っちゃうの、山の車はセーブできんじゃんね。これでもピサロとロザリー消えちゃうんだから。倒して戻る、倒して戻る、そうだ、無理だよな。
せっかくあげたの消えるよね。さらに復興するのかな。こんにちはでいいのでしょうか。そんな感じか。あのテリーっぽいやつを倒したらこいつなんかイベントあっかな。このメンバーでいけっかな。なんもないかな。それは何ゴールドだとかね。どうかな、鍛えた方がいいのかな。兜と盾鍛えてもいいかもね。また取りに行くの大変なんだから。クリスタルメタルは結構貴重だからね。でも何個でも手に入ることは分かった。ただピサルとロザで入れたらどうしようもないっていう。あ、どうも、どうですか何がみたいな。さて、じゃあ、今回ここで終わりですね。じゃあ次回は残りいっちゃいましょう。何だっけ、テリーモドキと、闇ゾーマとラーミアか。どれいけんだろう。テリーモドキ挑戦してみようかな。99まで開けたけどね。ちょ、頑張ってみますね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。